どうも、ヌヌです。前田のアトリエ、続きやっていきたいと思います。確か港でイベントがあるはずなんで行ってみましょう。餌の効果はどうだった？ライザか。ダメだな。小魚一匹かからない。一体どうなってやがんだ？本当に、もらった薪は前のより強力なのか？そのはずなんだけど、それでもダメってことは潮目がどうこうじゃなく本当に魚が減ってる？ブツブツ言ってねえで、なんとかしてくれよ。錬金術ってもっと他になんかできねえのか？勝手ばっか言うなよ。あんたたちのためにライザは餌を作ってやってんだろ。それに強力な餌を使っても魚がかからないのはやっぱり外界の魔物が。またそれか。いい加減聞き飽きちまったよ。じゃあな、俺たちは後のことを考えなきゃなんね。あんな言い方しなくても。生活が追い詰められてるってのもあるんだろうけど、それにしたってね。竜退治してもまだこんな扱いかよ、クソ。村の連中にとって私たちはいつまで経ってもその辺をうろついてる子供なのかな。どこに行くの？アトリエに帰るんだね。よし、行く。そんなわけで誰も話を聞いてくれなくて。まあ大人の方が目先のことしか見ていないってのはよくあることだ。私が話を聞かせるなら、そうだな、お前たちの強さを目の当たりにした守り手たちにいい噂を広めさせてからもったいつけて依頼を受ける。あ、評判が自然と高まるのを期待しているお前たちはまだまだ不満に思っている通りの子供ってわけだ。うぬぬぬ。さて、無駄話はこれくらいにして、私からも一つお前に頼みがある。村の中心人物に会わせてくれないか？中心人物というと？簡単に言えばお偉いさん方だな。発言力や決定権のある人間がいい。なるほど。一応コローにも声をかけてみるけど、やっぱり実力者ってことならモリッツさんかな。モリッツ・ブルネン氏、水源を握る村の顔役か。熱心だが強引な人らしいな。そうそう、何かと言っちゃ威張るんだよね。なんでわざわざモリッツさんと話したいの？門の調査にそろそろ拉致を開けようと思ってな。立場のある人間から遺跡の話を聞いておきたい。ブルネン家が邸宅を構える高台は島でも特に古い遺跡が集まる場所らしいし、ちょうどいい。トレッペの高台ね。文字のかすれた記念碑だの、枯れた大噴水だの、古ぼけたものばっかり集まってるよ。しかもなんとなくブルネン家のものって扱いになってんだよね。ふん。そんなお偉いさんの敷地を無断で調べたりしたら文句を言われるどころか島を追い出されかねんだろ。とりあえず許可とまではいかなくても、後でとぼけるための現地くらいは取っておかないとな。ふふん、子供にできないことがよくできますこと。さすが大人は違いますね。いい加減機嫌を直せ。飴でもやろうか？分かっててからかってるでしょ。まあいいわ。とにかくトレッペの高台に行こう。おう、どこに行く？よし、行くぞ。じゃあトレッペの高台行きますか。それで流れ者がわしらに一体何の用かな？
ご老人はともかく、このモリッツブルネンは村を取り仕切る仕事で忙しいのだがな。そうやっていちいち偉さアピールするんだからさ。何か言ったか？いいえ、何でも。時間を取ってもらってありがとうございます。ふん、一応ボースを救った功績があるからな。多少の無理はまあ聞いてやらんでもない。では単刀直入にお尋ねしますが、この島近辺の大規模なクリント王国の遺跡をご存知ありませんか？確か遺跡調査が目的で滞在しとるのだったな。そんなもの島中にあふれとるではないか。それら日常的に触れる場所にあるものとは違う遺跡らしい遺跡も調査しようと考えておりまして。はっ、見せ物にでもするつもりか？あいにくと心当たりはないな。よそ者に村の周りを引っかき回されてはかなわん。竜の剣とて旅商人の行き来が原因かもしれんのじゃ。その発想は古い。金と物を流通させる旅商人は今や村の生活を支えるのに不可欠な存在ですぞ。モリッツ様はこういう考え方だけは嫌いじゃないかな。まあ考え方だけは。そんな不らちな考えを持っておるから村に災いが降りかかるのじゃ。なあ、喧嘩は良くない。私はただ遺跡についての詳しい情報が村にないか聞きたいだけなのです。古城については竜を威風する以外の伝承はないようですし、禁足地となっている街道の西側も。まさか悪魔の野にまで踏み入るつもりか？悪魔の呪いを島に呼び込む気か？この罰当たりめ。まあまあ、しかしその土地に伝わる禁忌をよそ者が安易に破ろうとするのは感心せんな。申し訳ない、配慮不足でした。では島内のこのトレッペの高台付近だけでも調査の許可をいただけませんか？な、ここは現在ブルネン家の邸宅がある場所なので、まずあなたに話を通しておこうかと。ふざけるな、この流れ者め。私がおとなしく聞いていれば調子に乗りよって。モリッツさん、とっとと帰れ。なんかあるんですね。島での付き合っては私が絶対に許さんから、そう思え。わかりました、調査については諦めましょう。それでは失礼いたします。え、何、どういう。いいから帰るぞライザー。とりあえず島の船着き場のリラと合流しよう。父さん、少し話があるんだが、いいか？この高台に何かあるね。船着き場。おう、どこに行く？よし、行くぞ！モリッツさんがそんなに怒るなんて一体どういうことなんだろう。どうせ調べられたら困る後ろ暗いところでもあんだろ。秘密の金庫でも隠してんじゃねえの。アンペルさんは調査を諦めちゃったんですか？門は絶対に探し出さなきゃいけないんじゃ。フィルフサが出たのは島の外だからな。今のところ無理してドレッペの高台を調べる必要はない。ならまだいいけど。ああ、なんかすっきりしねえな。島の外の遺跡は僕らも全然知らないから、探索の役に立てないのが歯がゆいね。何、すぐ自分の足で探し出してみせるさ。それまで腕を磨いて。どうしたの？いや、あそこ。リラさんとどっかの子供かな。珍しい取り合わせだね。リラさん！ああ、お前たち戻ってきたか。でっかいの。は？でっかいのが水の中にいたの。浮かんですぐ消えちゃった。でっかいのが水の中に？
リラさん、それってもしかして。詳しく聞いてみたが、特徴が合致した。外界の魔物、それもかなりの大型だ。本当に入り込んでたんだ。急いで漁師さんたちに伝えないと。もう伝えたが、子供の言うこと見間違いだと誰も聞く耳を持たなかった。またかよ畜生。なんでどいつもこいつも。おそらく湖の魚を食い尽くして水面近くまで浮上したのだろう。陸に上がるのも時間の問題だ。陸に上がるって。陸も上がれるんだ。陸の上も歩けるの？そんな魔物一体どうすれば。村の人間が外界の魔物の存在を信じない以上、ライザ、お前の力を頼るしかない。私を？ねえ、どこに行くの？アトリエに戻ります。よし、行くぞ。そうなるとなんかあれだよな。どうしようかな。なんかいいもの作りたいよね。どこにしよう。どこに入れようかな。てかこれ多分材料が足りないのかな。何を入れよう。まあ、とりあえずやってみるか。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。黄色。次はどうしよっかな。どこに何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。いいもの、できそうな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。2が欲しいね。入れて解放して品質で。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。糸の特性、砂の特性。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。できた、バッチリ。で、特性作って、こっちを作ってみよう。何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。数値的には3が一番大きいのか。さあ、何を入れよう。うお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うお、いい感じか。何を入れるのがいいかな。ゴーレムのコアはちょっともったいないな。とりあえず、なんか入れちゃおうか。でも4はこれしかないか。次はどうしようかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、どれにしようかな。何を入れよう。どっかで絞んないと。何をしようか迷った。
さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。ちゃんと考えないとね。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。これ効果か。SP 変更にはここが欲しいんだけど、ってなるとちょっともったいないか。どこにしよう。ミストリキッドってやつも、ないからできないし、強化をしたいんだけどな。水系のものがないんだな。ちゃんと考え、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。感じかも。どれがいいかな。これでどうまくいくかな。できた、バッチリ。もうちょっと強化したかったですね。ライザ、少しいいか。何？ここに書いてあるものを調合してほしいんだ。今のお前ならだいたい作り方も察しがつくだろう。この成分は香水というか香料？多分できると思う。そう軽く言えるお前が同じ錬金術師として羨ましいよ。アンペルさん、その腕治らないの？腕の神経がズタズタになっていてな。今の医学じゃまず完治は無理だろう。錬金術ならどう？お前が超高度な錬金術を扱えるようになれば可能性はないでもない程度かな。とこんな話をしたこと
リラには黙っていてくれよ。未練がましい男だと怒られてしまう。うん、頑張るよ。まずはこの香料、そしていつかは。ユウマコウ、ユウマコウを作れた。どうしようかな。どこに何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。ここはきっと水の方がいいのか。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、どれがいいかな。できた！バッチリ！これで大丈夫かな？アンペルさん、できたよ。まずはこれから。まずは？こっちの話だ、気にするな。結局その香料、何に使うものなの？保険のようなものだ。まあ、ないよりはあった方がいい程度のな。保険？ところで、外界の魔物の件だが、まだあれ以降の目撃例はないようだ。私も沿岸を見回ってはいるが。奴の習性として、陸に上がるときはまずは潜伏してから標的の隙をついていきなり襲いかかってくるらしい。今からでも警告した方が。でもやっぱり無駄なのかな。私たちのようなよそ者が危険を触れ回ってもかえって固くなりなる場合が多いし、難しいところだな。まあ、そのための保険だ。またそういう二人だけで分かったような会話を。大人ってほんと持って回った言い方が好きだよね。はい、というわけで今回はここまでにして次回続きやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぬぬのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。